ただいまから議会運営委員会を開会いたします。まず1、本日の議事日程についての括弧1、市長提出案件21件について説明を求めます。議長、はい、小野議会事務局長。おはようございます。おはようございます、本日から6月定例会が始まりますので、よろしくお願いいたします。それでは括弧1、市長提出案件21件につきまして、着座にて説明させていただきます。お手元の令和6年6月定例会議事日程第1号をご覧ください。まず日程第1、会期の決定につきましては、本日から6月18日までの26日間とお決めいただいた後、日程第2から日程第22までの市長提出案件の議案21件を一括議題とし、市長から提案理由の説明がございます。また先の議会運営委員会でご決定いただきましたとおり、執行部より人事異動に伴う部課長紹介を定例会開会前に実施されます。なお議会事務局職員の紹介につきましては、この後の全員協議会の開会前に行わせていただきたいと思います。以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑はございませんか？ないようです。次に括弧2、その他の括弧 E、 全国市議会議長会永年勤続表彰の伝達及び祝辞贈呈者について説明を求めます。委員長、小野議会事務局長。それでは括弧2、その他の括弧 E、 全国市議会議長会永年勤続表彰の伝達及び祝辞贈呈者についてでございますが、全国市議会議長会からの永年勤続議員に対する表彰状の伝達が定例会開会後、議事に入ります前に実施することになります。対象者は古島議員、高田議長、増田議員、桃田議員、大倉議員、村川議員、堀議員でございます。議員を代表されまして友枝和也議員が祝辞を、受賞者を代表されまして古島剛議員が謝辞を述べられることとなっております。なお市長から感謝状の贈呈と祝辞も予定されております。また先の定例会におきまして、任命同意がなされました中教育長から発言の申し出があっておりますので、開会直後表彰状の伝達の前にご挨拶がございます。以上でございます。次に2、その他についてですが、何かありませんか？よし、ごめんなさい。小野議会事務局長。一件ご報告でございます。本日秘書広報課から今会期中議場において写真撮影をしたいとの申し出があっておりますので、議長と協議の上これを許可することといたしました。また報道機関から本議会を写真撮影およびテレビ撮影したいとの申し出がありましたので、議長と協議の上許可することといたしました。以上でございます。今の件につきまして、その旨ご承知願いたいと思います。他にありませんか？内容です。以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。